ようございます。今日は、はい、アーリーバードゴルフクラブ、はい、練習場にやってきました。おどこですか、アーリーバードゴルフクラブ。埼玉です。埼玉、はい、今日は何をするかと言いますと、はい、じゃんじゃん、ボールを検証します。はい、今回用意したのはゼクションスーパーソフト X、 これがディスタンス系。ディスタンス系、はい、これはよく飛ぶボールです。そうですね。で、はい、次タイトリスト。タイトリストプロ V1、 はい、スピン系のボール、はい、でもう一個がキャロウェイクロムソフト、うん、はい、これは両方を兼ね備えている、うん、なるほど、飛ぶし飛んで止まる、うーん、というボールです。なんですが、うん、データに基づいてスピン量とか測ってやろうと思ってたんですけど、うん、機材がちょっとこういう芝で今ちょっと薄いんでちょっと反応しないのがいろいろありまして、うん、主観でいきます、はい、そうですね、はい、うん、であの3種類のボールあるん で、うん、でこの10ヤードぐらいですかね、同じ打ち方して、まあ、これぐらいで、うん、っていうのを見てみたいと思います、はい、ではやってみましょう、はい、目指すはあのオレンジの、うん、はい、では一球目、はい、おー転がるね。やっぱね、行っちゃうんだよね。行っちゃうね。結構でもずっとスーって、そう、球離れは早いかなって感じかな。なんかもうポンって行っちゃう。でも今良かったけどね、乗ってたけどね、うん、だけど出てっちゃうよね、はい、なんかスピンがかかってない感じをすごいする。じゃあもうちょっと手前からのイメージかね。そうだね、今の感じ。いや、そしたらもう私いつものクラブと58度のイメージじゃないもんね。お、超手前。おナイスナイス。いやね、今ちょっとすごいスピンかける打ち方しちゃったかもしれない。そうだ、あ、これいっちゃうよ。そうなんだよね。まあ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 、でも分かりやすくていいんじゃない、同じ打ち方でだいたいオーバーする、うんうん、やっぱね、ちょっとディスタンス系は転がっちゃうね、うん、ずーっとタイトリストプロ V1 打ちます。おー全然違うじゃん。打つじゃんか、うん、出てくるのがちょっと遅い。あー、打って出てくるんですか、うん、さっきのやっぱゼクシオさんはもう打った瞬間にポーンっていっちゃう感じね、うん、もうこれはこう遅れて球が出てくるよみたいな、うん、失敗だ。あ、でもいいけどカラーには止まるんじゃない。まあ、まあまあ、いいんじゃない。キャロウェイクロムソフト打ちます。あーね、ちょっとやっぱこっちに比べると転がるかもね。でね、打感はね軽い。打感軽い。もうタイトリストはもっとずっしりした感じなんだけど、はい、でね、あ、やばいって感じはする。ちょっとさっきのゼクションみたいにポーンって飛んじゃった感じはするのけど止まった。うん、結構スピンかかったよ。スピンかけた。ナイス。スピンかけたね、うん、コントロールはすごいしやすいかも。コントロールしやすい、うん、あー、取れなかった。あー、取った。はい、ゼクシオのスーパーソフト打ちます。なんか思ったよりいっちゃう。だから打ってパンっていく、うん、うん、ね、パンってなるでしょ、うん、あの乗らない上に結構パンっていくかも。いい、やべやべ、やばいよ。当たる。じゃあ出ました。いっちゃ飛ぶのちょっとわかるかも、うん、タイトリストのプロ V1
しまーす。これ最近すごい使ってる。なるほどね。エヴァ失速するし、乗ってる感も長い。これは失速するね。やっぱり結構打っても止まってくれる感じあるかも。1個目はちょっと入っちゃったと思ったけど、今優しすぎた。でちゃんと止まるから、止まった。そうだね、止まったね。一応3つとも止まった。そうだね。中でキャラウェイのクロムソフト打ちます。あー強い強い。でもさ、出ちゃう感じですね。タイトリストに比べるとなんか、そうもね。今もさ、ダラダラはいかない、そうね、ずっと転がっていく感じはしないから、かかるね。でも確かに打感はキャロダイトリストよりは固めだけど、スピンかかってくれるね。二つともまた違うけど、止まってもくれるし、ただ柔らかさは確かにダイトリストの方が柔らかい、乗ってる感はあるかも。そうね。まあ8ってずっとなんかこう低く転がっていくような感じもない。上がるもんね。上がる。キャロウェイね。そうだね。そうだね。ボール高く上がったね。上がる。打ち方じゃないよね。違う。私もそうだった。はい。今回は、このディスタンス系とスピン系と両方兼ね備えてるボールの検証やったんですが。なんか自分たちで打っても結構分かったね。そうだね、普段使ってる時はそのずっとドライバー打って、アプローチ打ってパターまで同じボールでやるけど、アプローチだけをどん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 違うボールに変えてたら、結構これ転がるとか止まるとか。そうだね、そうだね。打感も結構違った。違ったね。純ちゃんはどれがやっぱしっくりきた？やっぱね、タイトリストかキャロウェイかな。そうね、慣れてないから、転がりすぎちゃうね。転がりすぎちゃう、でもまあドライバー飛ばすんだったらこれが転がりにつながるわけだから、いいかもしれない。すごい冬場とか夏場でもランランランみたいな、そうだね、感じで行ってくれそうな気がしました。もう結構さ、ピン攻めてさ打つからさ、私、止まってくれないと困るかも。困るね、そうね、結構ピーピーってくるもんね、ピン狙ってってドドってね。そうね。だからだいぶ手前からコロ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 行くようなアプローチしないもんね。そうだね、しないかも。ピッチングとかで、冬場とかコロ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 転がすんだったらありじゃない。そうだね、手前からね。手前からスピンとか芝も薄いし難しい時とかは、そのテクショとかも。そうだね。すごかった、全然違った。全然違った。皆さんもアプローチ機会があったらぜひいろんなボールで試してみてください、で今回のコメント欄には普段どのボールでアプローチやられてるかとか、こういうボール使ってこういうアプローチをするようにしてるとかあれば、ぜひ書いてもらえたら嬉しいです。知りたいですね。はい。なのでチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画も楽しみにしててください。バイバイ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。なんと今回検証に使った3種類のボール1ダース分を各1名様にプレゼントします。応募方法はこの動画の概要欄をご確認ください。どしどしご応募お待ちしております。